5月18日の衆議院本会議では、立憲民主党提出の鈴木財務大臣への不信任決議案の採択が行われました。今国会には、防衛費増額のための増税などが盛り込まれている防衛財源確保法案が審議されていて、この法案の成立を阻止するためにも、立憲はこの不信任案を提出したということです。この不信任決議案は、当然自民公明が今国会では過半数を握っていますので、否決されましたが、 この採決が行われた際にれいわ新選組の櫛渕真里議員が与党も野党も茶番などと書かれたプラカードを掲示しました櫛渕議員は今年2月にも本会議場での採決でプラカードを掲げるという行為をして厳重注意を受けていましたにもかかわらず 再びこうした行為に及んだことが看過できないとして自民党公明党国民民主党日本維新の会立憲民主党は懲罰動議を提出しこの動議は25日に可決されましたなお共産党はこの口淵議員の行為は認められないとしながらも懲罰はやりすぎだという立場で懲罰には反対しましたで懲罰動議が可決されたことを受け懲罰委員会でどのような懲罰を具体的に口淵議員に付するか審議が行われたのですが 結局10日間の党員停止という決定を懲罰委員会はしましたそして今月1日にこの党員停止と処分10日という懲罰に関する採決が行われ自民党公明党日本維新の会国民民主党などの賛成で可決され 決定しましまたなお立憲民主党は懲罰に付するか否かという時点では賛成していたんですがこの懲罰動議10というのはや,やりすぎということで反対しましたで私もこの櫛渕議員の行為,を行為自体を支持するつもりは全くありませんというのもこの不信任決議案というまさに野党が戦っている最中にその与党も野党も茶番といってあたかも野党が与党に対してきちんと戦っていないかのような ことを言うっていうのは全く理解できないですただ確かに立憲民主党もマイナンバー法解約の採決で 合ししてててまままううななどやはははり戦っていいいいととと批判が当るるる場合もあることにはあこに思いますただやはりそういう改善点というのはプラカードなどのパフォーマンスで与党も野党は茶番などでやるよりはやはり立憲民主党も共に手を結んで政権交代を目指すべく頑張っていく同志だと思いますので、まあ、きちんと立憲の人に意見を伝えるというのがやるべきことだと思いますですが、まあ、あのプラカードを掲げたというたったそれだけで懲罰に付するというのは明らかにやりすぎだと私は思いますこの件に に関しては共産党の立場が一番理にかなっていると思いますので共産党の立場を見ていきましょう18日の本会議における財務大臣不信任決議案の採決において令和新選組の櫛渕麻里議員が投票のため壇上に上った際に与党も野党もジャパンと書かれた紙を広げた行為は許されるものではありません壇上は議論と評決の場であることを踏まえるべきですしかしこれが懲罰に相当する不穏当な言動に当たるとまでは言えず党員停止10日間の懲罰に付することには反対であります 串し議員の行動は、広く国民の評価と批判にこそ委ねるべきであります。串し議員は25日の弁明において、防衛財源確保法案など政治が暴走するその危機に対して、やむいやまれず今回の行動に至った、と述べましたが、なぜ大軍拡のための財源法案を推し進める財務大臣に対する不信任決議案が茶番なのか、この点についての弁明もなければ謝罪もありません。極めて遺憾です。しかも、この法案審議において、令和新選組から委員外発言など、 委員会での質疑を求める要請は全くありませんでしたまた議事運営を協議する理事会への出席についても内閣委員会や決算行政監視委員会の理事会に当初出席していたのにいつの間にか参加を取りやめています予算委員会では一度も理事会に出席していません小さな力でも諦めずにできることは何かと言いながらできることさえ行っていないのでは自ら権利交渉を放棄していると言わざるを得ませんまさにここに書かれている通りだと思います で、なおこれに関して、共産党の前参議院議員である辰巳高太郎さんが、なぜ理事会への参加をやめてしまったのでしょうか。ここは正直理由を聞きたいところ、とツイートしたところ、令和の大石衆議院議員が、私が内閣委員会の理事会出席、賠席を取りやめたのは、令和は賠席という発言を一切してはならない身分での入出。それであっても会期ごとに理事を回って頭を下げて了承していただく、ご行意で用意された席、大理出席不可。 何が何でも本人が必ず出席しなければならず欠席は売席の禁止につながる遠い大阪にいる子どもの育児との両立に不安を抱え続けた私の質疑と議員としての責務国会運営地,地元事務所運営の両立ができず不眠症になってしまいやむなく秋から出席断念というような事情を説明しましたでそれに対して辰巳さんはまず理事会への出席及び発言は当然認められるべきであり売付しか認めない理事会の在り方は不当です またこのような運営をやめるべきとの発言を共産党委員からは理事会で行っています。賠席した上で、御党自身が委員会内会で問題提起することが重要だと思いますが、内閣委員会での大石さんの個別の事情は理解しました。では、御党から予算委員会理事会及び決算行政監視委員会理事会への出席、賠席化されていないのはなぜでしょうか とツイートしましまたで。それに対して大石さんはこのように反応しましたがただこの大石さんの事情をきちんと理事会の人間に伝えていればおそらく共産党の人がその理事会に出席していないっていうことを非難するっていうのは考えにくいと思いますのでそういう事情があって欠席するっていうのは一定理解できますがそれはきちんと言った上で欠席した方が良かったんじゃないのかなっていうふうに思います、まあ、もしそういう事情があるって言った上で まあ、共産党の人がこういう非難をしていたっていうんだら、まあ、その批判は不当だとは思います。ただ、内閣委員会での大石さんの事情は、まあ、辰巳さんも言っていますが、理解できますが、他の委員会で、委員会でも理事が出席していないっていうのは、まあ、その人たちにもそれぞれ事情があるのかもわかりませんが、令和としてもきちんと責任を果たしているとか言えないと思うので、まあ、賠責っていう形でも、きちんと出席した上で何かやるっていうのが筋の揃ったやり方だと思います。まあ、というように、 やはり令和にも批判されるべき点はありますし、串渕議員の行動は良くなかったと思いますが、懲罰はやりすぎです。さらに言うと、この串渕議員よりもはるかに懲罰に値する議員がいるでしょうという話です。一人例を挙げると、維新、猪瀬直樹議員は、極めて不穏当な言動などを国会で繰り広げています。まず、今月5日の参議院の地方デジタル委員会で、立憲民主党の議員が質疑を行っていた際、猪瀬議員のスマホの電子音が鳴り響きました。 マイナ保険証なり、あるいは歯科確認書の取得手続き、なんで,、えー、ですか、今の電車音は、ちょっとびっくりしましたよね。<laughs> ごめん、ごめんって言われてもね、ちょっと時間どうなっちゃうのかな、まあとであの対応、ルールとかどうなってるのかな対応してもらえばいいと思うんですが。 少し折っちゃいましたね。大臣とか副大臣にとっても申し訳ないことですね。これは電源を切り忘れていたとかではなく、猪瀬議員がその場でスマホを操作していた際になったということですので、これは明らかに猪瀬議員の不適切によるものであり、不適切です。また、委員会では携帯電話の利用が禁止されていますので、そのルールに違反したことにもなります。また、猪瀬議員は今年2月にも憲法審査会でガムを噛み続け、維新の幹部から、 注意を受けていますこうした猪瀬議員の行動こそまさに国会の品位を乱すものであり、質疑を妨害しているという素知りを免れません。串渕議員に対し、党員停止10日という比較的重い処分が下ったのに対し、猪瀬議員がいまだに何の懲罰も付されていないというのは、あまりにも不公平ではないでしょうか。